ジョッキがなんと、249円。これほんまに忖度なきゃうまかった。この肉厚感分かってほしいな。豚油ザロワンタンメン、これ幸せやわ。どうもラトムです。今回三鷹に来ました。今回紹介するお店がこちら。ということでね、バーミヤンなんやけど、ついに来ました。バーミヤンからお仕事をいただきました。あの俺たちも大好きだな。普通にプライベートでさ、めちゃくちゃ飲んでたもんね。めっちゃ飲んだね。今回しかも特別に秘密のコードっていうのもあって、それを使うとビールが半額に飲めるとかね、ただただ俺得なお仕事が来たので、かつ見てくれてる人にもめちゃくちゃお得な動画がね、今回できると思うので、ぜひ見ててください。ひたすらうまいものいろいろ食べて飲んで、バーミヤンのコストこんだけすごいよっていうのをね、検証していこうと思います。なので早速行ってきます。ついに来ましたね。嬉しいね。いや嬉しい。ただただテンション上がってる。メニューそんなもん紹介せんでも分かってるって人いるかもしれんけど、それはまあでもね、改めて説明させて。それはまあちょっと先に乾杯しようぜ。ここがもう肝。今回そのビールが半額になるわけよ。今回秘密のクーポンコードがあって、それを入力するとね、ビールが半額になるという、もう俺たちの得でしかないね。今回いただいたので、それ一回使っていこうか。拡張用でメニューがあって、こうやってタブレットがあって、ここでいろいろ選べるんやけど、この右のところにさ、クーポンメニュー番号から選ぶっていうのがあって、ここで、俺専用のこのコードがありまして、2869って押して OK すると、十ジョッキがなんと249円。ただでさえ別にバーミヤン安いのに、これをね、まあ、今注入して、で、ここに今、カゴに入ってるから、これで注文すると、えぐね ?2 杯で498円って。はい、いったん持ちます。飲むぜ。これはね、やっちゃいますね。うん。前回来た時もさ、普通に飲み食いしてバーミヤン安ってなったけど、それがさらにやろう。まあ、ビール待とうと思います。来たで、半額ビール、ありがたし、ありがたし。じゃあとりあえずお疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。ただうめえ。結論から言うと、クーポンコードぜひ使ってほしくて、バーミヤンってハッピーアワーをやってないけど、今回のこのクーポンコードはそのハッピーアワー関係なくいつでも使っていいんやって。しかも全国どこでもいいらしい。かつ3月26日まで使えるっていうので、しかも1人当たりの1回の上限数ないんやって。だから別に10杯とか飲みたい人は飲んでもらってもいいっていうね、すごい特典を今回いただいたので、ちょっとそれを駆使しながら飲んでいくっていう動画です。ありがたいね。ありがたい。こうやってお声かけいただけるとありがたいよ。ちょっとね、みんながどれくらい行ってくれるかによっていろいろ変わってくると思うので、あのぜひ行ってくださいっていうっていうので、まあじゃあちょここからね、普通にいろいろ飲み食いしていこうと思います。メニューがいっぱいあるんやけど、改めて紹介すると、ここにタッチパネルもあるんやけど、神のメニューもあって、ここにグランドメニューがあるんやけど、バーミヤンっていうぐらいね、ぶっちゃけ俺はね、ファミレスと思ってないもん、あんまり居酒屋と思ってた。全部が安いわけよ。ここにあるやつとか、これ食べたな前、これ飲める中華サラダ、これやばかったね、うん、しかも量めっちゃあるっていう。やけどこれ363円やし、ここにこうやって揚げ物もあるし、これな、これサバの唐揚げが感動的なね、 MVP でしためちゃくちゃこれも安いんやけど、北京ダックもあれば、まあ、餃子もあるんやけどさ、餃子も259円とか安くて、ドリンクも正直ね、もともと安いっちゃ安いのよ。ビールも1杯499円で2杯目からは400円とか、これでもただいさ安いんやけど、さらにねここが安くなるっていう。他にもこうやってサワーあったり、締めに食べたいんやったらこうやって麺系もあるし、あんかけとかもあれば、こうやってセットにしてね、定食みたいにすることもできるし、ここはめっちゃ麺やな、がっつりと食べたい人でした。いや分かる。チャーハンとかもあれば、シューマイとかエビのね、蒸し餃子、すごいな、299円って。企業努力がすごい。飲める他の中華系もあったりするし、あとね、椎茸うま煮ワンタンとかこういうのもあったり、いろいろあるわけよ。ちょっとね、ありすぎて割愛するけど、こうやってね、定食とかも平日限定の17時からやけどあって、これに軽く1杯その半額クーポン使ってビール飲むとかもいいよね。しかもまあやっぱ全部安いっていうような感じで、いろいろあります。ここからいろいろ飲み食いしていこうと思います。すごい来た。わあ、賢いな。あの猫優秀やな。賢い猫だし、めちゃくちゃ来たね。素晴らしい。全部まとめてきちゃった。一旦注文したのがこれ、この4品よね。もう俺の中では神セットやもん。前も俺動画ですっごい絶賛したけど、このサバ唐揚げ甘酢醤油で349円、マジでうまい。マジでうまかった。これほんまに忖度なきゃうまかった。もう一つ個人的にはすごい飲めるサラダやと思ってる、たっぷりキャベツの中華サラダ363円。これはねもう鉄板ですよ。ネギザーサイ299円。ビールっつったらな、やっぱ中華系行きたいのもあって、いろいろあったけど、一旦チンジャオロース行こうかなっていうので、チンジャオロース599円、これで無限に飲めるで。じゃあ食べていきましょう。一旦やっぱサバかな。大好きだからね。衣の立ち方とかふんわり感すごいんよな。前回おかわりしたもんね。しと、いただきます。これだわ、うまっ。
ねサクサクなんやけど軽すぎひんのよね。このタレがまた美味しいんやけど、それをすごい吸ってるけど衣はサクサク、中のサバの旨味が広がるから、めちゃくちゃ当てにいいよな。テイクアウトだったらこれもう持って帰りたいもん、ね、確かに。ああ、半額なんて実質タダみたいなもんやからね。開けましたけど、今日はちょっとビール祭りしようか。またお借りします。これでもう一回注文するときはこっから2869と。おお、これちなみにこのクーポンコード入力せんかったら通常の値段になっちゃうから必ずこれやるようにしてね。自分もいる？じゃあ2で、注文カゴミングで買って。素晴らしい素晴らしい、楽ちんやわ。一旦ビール待って、その後これ他のも食べてみようかな。賢いなちゃんとこうやって運んできてくれるもんね。完璧な、いや完璧あ、ありがとうございます。完璧な泡です。ということで、まあ2杯目これで500円ぐらいか、2杯で1人1人ね、そうだね。安っ、ういうい、やっぱ居酒屋っす、マミは。うまい。よかったら、でもちょっとチンジャオロス行こうかな。今回せんけど、これにご飯とか頼んでさ、定食にしてもいいんだよね。それで半額ビールつけてね。そう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 、ないよな、この安定と信頼のクオリティ。ちっちゃい時はさ、ファミレスみんなで行くの当たり前やったからあんま分からんかったけど、こうやって個人でいろいろ居酒屋行くようになってさ、改めて幼少期のこの原点回帰した時にさ、あ、ファミレスってすげえなみたいな、バーベンすげえなってなるよね。なるね。こんなにお酒に合うもの提供してたんやみたいな。ちょっとこの中華サラダもいいかな。これ塩だれ超うまかったよね。いやそうなんよ。しかもこれ中華サラダ嬉しいのは量が結構あるんよね、うん、食べたことない人いるからこれ注文してほしいけど、結構重量感あって、まあ、キャベツもすごい、まあ、あるけど他の肉とか卵とかもあるし、あとこのタレがやっぱ結構濃いめやから、このキャベツで飲めてしまうという、個人的にはこのサラダもコスパかなりヤバいなって思っております。ニンニクが効いてる。むしろこれ食べてお酒飲まんかったら何をしたらいいんやろってなるわ。ガンガン行ってんね。普通にガンガン行くわ。まだ3口4口ぐらいのに。さあ早め行きましょうかね。じゃあ行っていいっすか。もちろん。大丈夫かな今日。最後ベロベロならんかな。まあええか、そんだけいっか。ありのままありのままちょっともう一回お返しもさ、やっぱさ半額ってマジ魔法の言葉やと思うよ。いけちゃうからね。いやそう、しかもさ時間が関係ないやん、で上限もないやん。幸せですよ。幸せ、もうだって秒で3杯目に行ってしまってるからね。ザーサイいきます。ここのザーサイもさ、この量がすごいあるからいいよね。このネギもまた美味しいわけですよ。このネギだけでも多分飲めるからやっぱいいよね。卓上にラー油と醤油とお酢があって、これにねあのラー油つけてもらってもいいし、お好みでね。ちょっとこれいただきます。いい音。まあ、バーミヤンは多分中華酒場やと思うな。これ幸せやわ、これ仕事としてもらえて。いつになく嬉しそうに飲んでるもんね顔に出てるよ。いやずっとしたかったのバーミヤンさんのね、来てでなんかできんかなとかってやってたんやけど、なかなかできんかったの。今回ご縁があってさもらえて、いや嬉しいな。マジみんな来て、いや幸せだわ。ちょっとあと追加であの餃子も頼んだから、ちょっと一旦餃子待とうと。餃子来た。これあの259円なんやけど、259円で出していい厚みじゃねえよ。こちらこれ伝わるかな動画で、この肉厚感分かってほしいな。そして美しい、そして6個すごいよね。僕はもう安定と信頼のごめんこれ一択やから。僕はもう僕らね過ごし派なんで、おすすめはあの表面が真っ黒になるぐらいかな。懐かしいですね、スーパートントンタイム。はい、これぐらいです個人的にはあの好きな販売ですねお酢の酸味が強いから、ブラックペッパーで結構キリッとこう引き締めの方が個人的には餃子の旨味が引き立つかなと好み。お酢どこ行ったの。いやあるよあるよ。これ今回ノーマルのやつやってるけど、これちょっとピリ辛系もあって、シビ辛赤餃子っていうのがね349円でもあるから、ちょっと辛いの好きな人はそれでも。歯がうまかった。人件費とかも加味して259円で出していいあれじゃねえよ。すごいよね。
幸せだわ。死ぬほどすごいここ紹介してくださいって連絡来るんやけど、基本は断るのよ。まあ、やけどね、今回のそのお仕事別で、もう普通にもう俺はこのバーミヤンという企業努力すごいなと思ってるし、もう好きやからさ、むしろぜひって感じで今回引き受けさせてもらって、やっぱ改めて食べるけどすごいよね。美味しいね。酒飲みやからこそなおさら刺さるよねこれ。うん、お酒飲まん人でもすごいもちろん美味しいと思うけど、普段お酒飲む人にとっては味付けの濃さというか、ちょうどなんか塩梅いいやん。そんでビールが半額ですからね。そう、損はさせないね。もうせえへんよ、普通にこれ半額やる自体おかしいと思ってる。ちょっとさ、俺ちょっとこのチンジャオロースに味変ね、それかけてもうまいんじゃないっていう。うまいと思いますよ。の割とラー油のコクと辛みがこれに合わさって、若干ブラックペッパーかけても美味しいと思うけど、味しっかりしてるけどちょっとこうマイルドみのあるチンジャオロース。ラー油のコクがすごい乗っかってる。あげちゃいましょうか。どうしよう、むちゃくちゃ酢の延長で飲んでるんやけど、これ大丈夫かな。いつも通りですよ。いつも通りしてくださいってね、もうなんか言っていただいてなれないけども、むっちゃいつも通り飲んでるわ。言うてもビール安いからもう会計マジどんくらいかわからないよね。いつもだとね、我々基本的にあの参考にしないでぐらいの飲み方食べ方をしちゃうから、ね、そう、大前提俺らたちはもう飲み食いしすぎるからあんま参考にならんやけど、最後のお会計いくらいかな。でもまあなくなったんでもう一回行きましょうか。じゃあお返しします。またお返ししました。ビールございます。リュウもね、まあもうビール行くわな。今日は行っちゃうわ。行きましょう。じゃあ、はい、どうです。半額ですか。うまい。ね、まあでも今回俺はすごいビール飲んでるけど、あのバーミヤンって、まあ、ビール以外もすごい安いわけよ。他のそのサワー系もあるし、まあ、紹興酒とかもあるけど、もう全部基本的に安くて、まあ、今回クーポンに関してはビール限定なんやけど、この動画見てビールも半額やしっていうので来てくれるんでも嬉しいけど、それ以外のお酒もね純粋に安いから、これを機にあバーミヤンって酒場として利用してもいいんやなっていうのを一回持ってほしい。まあ、来たことないし一回マジで体験してほしい。いっぱいこう料理あるけど、少なくとも俺が今回頼んだやつはね全部めっちゃ当てなんで、おすすめだね本当に。もう一回サバ行くかな。ちょっと時間経ちましたからね、もしかしたら時間経ったんで変わってる可能性ありますけど、こんだけ時間経ってるのにとはいってもサクサクなのがすごいのと、あと時間経つと出来たての熱さはなくなるけど、逆にめっちゃ吸収してるから、噛めば噛むほどの旨味はこっちの方が強いから、来た時に食べても美味しいし時間経っても美味しいっていうね。初手で注文なれじゃん。これは味変してないけど時間の経過に伴って2回楽しめるあてやね。サバ嫌いとかじゃなかったらダメさと思って食べてほしいな。コスパ最強のはずやけど飲みすぎてコスパ最強じゃなくなる可能性あるから、ちょっとそれだけ心配よね。うまいわ。追加で頼みました。お互い食べたことなくてこれ何やろっていうの気になってね、注文しました。こちら本乳皿ワンタン麺っていうので、値段が349円じゃないけど、なんかラー油みたいな感じなのかな。すでにこれにもかかってるもんな。ね、何かかってんだ。食べてみましょう。はい、ビジュアルがあのそそるね。でも下醤油だれっぽいのもある。お前ね、なんか味噌になってんな。ちょっと軽くつけていただきます。うまっ、むっちゃ美味しい。これごまやわ。味のイメージでいくとマジで担々麺。うん、なるほどね。担々麺って思ってもらう方が一番わかりやすいの。あれの水餃子みたいな。ごまのコクとかもすごい感じるけど、さっきのこれだからラー油かな、つけると後味はやっぱピリッとしてるみたいなね。めっちゃ美味しいこれ。でこれ今期間限定とかなのかな。前見逃してたのかな。いやもうこれ見逃してたかも。これあったらマジで食べてほしいわ。むっちゃ美味しい。やべえ、めっちゃくちゃ美味しい。結構感動した。これ何回言ってんねや。さっき1個食べたけど5か6ぐらいかな。これマジだ、当てにすごいいいと思うので、ぜひまたビールお借りしますわ。じゃあリュウもぜひ。どうなんやろな。いや最近リュウにとってはちょっと辛いかもしれんけど、鍛えてるんで。うまっ。めっちゃいい匂いするごまの。うん、いただきます。うん、ごまが強いね。そう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 。あとはお好みでラー油みたいなやつをねどれくらいつけるかっていうのはあるけど、辛くない。ああそれぐらいの。そうだね、担々麺本当に分かりやすいな。それの水餃子みたいなね。うん、
当てです。辛さ大丈夫でしょ、本当に。うん、むしろお酒が進む辛さ、うん、美味しいね。初めて食べた。マジでハメレスと思えへんのよな。注文してるやつが全部酒しか進まんからさ。本当だね、美味しい。結構飲んだね。俺5杯目だもん。で、リュウが4杯目かな。ざっくり10杯。ざっくり10杯。結構飲んだし食ったからね。まあ、多分これラストかな。乾杯。5杯で1250円ぐらいか、約。そうだね。1杯250円って考えると。半額ってすごいね。おかしいよ。結構食べたからね。あとはまあ残ってるやつ食べ飲みして、それで最後終わろうかな。俺ら結構食ったくね。食ったし飲んでる。いや、てか普通に飲んでる。結構飲んだわ。怒って、まあまあ赤いよな、お高くん。嘘。でも俺自身もちょっと赤いの分かるもん。ごめんなさい。最後はね、本ユーザーラーパンタンで、これマジで思ってるじゃん、ほんとごまの風味が強いから、担々麺とかチキン味が好きな人はこれすごいハマると思うんだけどな。これ大好きです。めっちゃ美味しい。美味しいよな、うん、マジでいい意味でごまの主張が強いのよ。香りがね、うん、中のなんかきちっと詰まってるし美味しい、これ、うん、飲みましたな。おかげしてで食べます。はい、ということで入れきました。あんだけ伸びくしてあの値段ってすごくね。相当いってるからね。いや安いわ、全然。なんか改めてすごいと思った。ファミリーレストランとしてもバーミヤンはすごいけど、酒飲みにとってもやっぱマジで味方。しかもバーミヤンのいいところって全国的に展開してるから、普段東京のお店を紹介するけど、ぶっちゃけねどこにいても使える。今回の秘密のクーポン構造に関しても全国どこでも使えるから、もしかしたら東京じゃない人も見てるかもしれないけど、これねマジで活用してほしい。でむっちゃ注文してほしい。なぜなら分からんけど、これの反響次第やったらもしかしたらなんかできるかもしれないので、応援と思ってね、ぜひ行ってくれると嬉しいです。使わなくても他のお酒頼んでもらうとかもいいねんけども、むちゃくちゃ美味しいからね、よければ来てみてください。普段バーミヤンで飲まへん人もいるかもしれんけど、これを機にデビューしてみてほしいのもあるし、今回紹介しきれてないのもいっぱいあって、胃袋のキャパ的に頼んでないんだけど、チャーハンとかめっちゃ美味しそうだったね。マジでうまそうだった。あと周りの友達がすごい言うのもあるし、まあ、俺もそう思うんだけど、バーミヤンのラーメンもめっちゃ美味しいのよ。自分の好みに合わせていろんな晩食セットを作れるお店なので、ぜひよければね来てほしい。ビール飲む人はせっかくなんでね、クーポンごと使ってくれると幸いです。概要欄の方にも詳細書いておくので、そちら確認しつつみんなでね利用してもらえると幸いです。バーミヤンのみ、これお気にね流行ってくれたら嬉しいな。めっちゃおすすめよね。これは期間中来ます。普通にプライベートも来たいと思うから。はい、ということで良ければ来てみてください。今日はこの辺で終わろうと思います。以上、ナゾトでした。